左翼が大炎上、中国原発の処理水にトリチウムは問題ないはず。いわゆる左翼と思われる存在が SNS にて福島原発の処理水に対して汚染水などとの風評加害を繰り返しているのに中国原発の処理水が福島原発よりも大量に放出されている問題について「トリチウムは問題ないと日本の偉い人は言ってましたけど」などと発言してしまい こいいつらやばいだろう、との批判が悟し、しし大炎上しててしままっております。まあ、こちらこのような事実を見ますといわゆる左右の皆様はならず者国家の中国と同じで反日のプロパガンダとして処理水動向と騒いでいるだけだということがお分かりいただけるものと思われますが政府や東京電力には今後も粛々と処理水の放出を続けていただくように お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。